はい、どうも TM ラジオです。今マレーシアクアラルンプールにいるんですけど、本日はここ有名な KLCC、 あれがツインタワーですね。本日はここの中のスニーカーショップを紹介していきたいと思います。目の前はこんな感じですね。噴水、伊勢丹なども入ってます。でここが新しくできたモロッコの、コーヒー屋さんです。では早速入っていきたいと思います。スニーカーショップって言っても、もう一個の有名なパビリオンあると思うんですけど、そっちみたいにスニーカーショップってのがあまりないです。やっぱりパビリオンの方が、有名な JD とかスニーカーショップがあるんですけど、こっちにはそういうのではなく、ナイキとかアディダスとかアトモスも入ってます。こんな感じで行列。では早速見ていきます。でスニーカーは下の階と1階にはないですね。ハイブランドが並んでますね。バレンシアガ、ロレックス、グッチ、フェンディとかシャネルも入ってます。でここの2階に来るとゴディバが見えると思うんですけど、ゴディバの先にアトモスがあります。ここまずアトモス見ていきます。フェアブルック、こんな感じですね。こっちはウォーメンズかな。449。ダンク、ジョーダン、あ、ジョーダンロー、これいいな。639、ユニセックスですね。あ、これは以前なかったな。自分個人的にジョーダンの方がダンクより好きなんですけど、興味ないと思いますが、こういうのも売ってますね。ウーメンズ539、エアマックス1も売ってる。669、ダンクは439リンギットですね。ほぼ多分日本で買えるものが全部置いてあります。ジュエルシュブースのシュブシュのエアフォースワンとか669。普通のエアフォースワン589ですね。ジョーダンのハイは置いてないかな。449ですね。これもセールだ。429。でもウメンズですね。これも425。ジョーダン2。で服は ACG とか Y3 とかも置いてありました。これが多分新しいやつですね。ナイキのニューアライバル。ニューエラも置いてあります。でこっちにはホカとプーマとサロモンも多分入ってた気がする。こっちはアシックスですね。コンバース CT70 は399、400リンギットですね。はい、ローは売ってないです。ニューバランス、お、何これ、ミュールの、これはハラコみたいな感じの素材ですね。ハラコではないと思うんですけど。629。グレーもある。ピックスキン。689。あ、551になってる。これが新しいんじゃなかった。
9060689ですね。お、ここにあった。これハワイにも売ってたな。639ですね。ルメンズだけど。ズームエア。389。まあ、ルメンズの方がやっぱ在庫ありますね。あ、これ。こっちの人はハラルの人がいるので、こうやってピックスキンって書いてある。そういうことね。329。これキャンバスのダンク。スルーシュがちょっと。これも335です。これはメンズかな。これかわいい、フェードされてるピンクみたいな感じ。ではお次行きます。まあ、アトムスは日本にもあるのでどうなんでしょうね。こっちは多分100ドル以下だったら税金がつかなかったんじゃなかったっけ。なんか以前来た時にスニーカー買ったら全然消費税が入ってなかったんで、どうなんでしょう。ここの階は他に、まあ、オフホワイトとかブランド品が入ってます。ディオールとかですね、まあ、スニーカーショップはこの2個上かな。ナイキが見えるんですけど、こんな感じです。モールの中は今セーフスペースっていうイベントやってますね。ここが1階か、間違ってたかも。ここが1階で、この下が G ですね。グラウンドが G、 G1、2、3、4、5 って上がっていくので、それだけ覚えておいた方がいいな。で、ここがフードコートになります。フードコート結構広いです。で、奥に元気寿司とか入ってます。こっちと反対側逆もあります。で、食事するところはここか一番下の階か一番上ですね。レストランが入ってます、一番上。で、ここが映画館になります。で、この上になんとニトリとあと紀ノ国屋があります。はい、着きました。フードコートの上の階、ここにリーバイスとかプーマとかスケッチャーズとかあります。ちょっとリーバイス見てみようか。セールしてる。テイラーショップ、あ、そこでテイラーしてくれるんだ。なんか You って言われてる。値段が書いてない。リーバイスとクロックスが売ってた。これかわいい。え、これ初めて見たな。これこの何分だろう。リーバイスのアタッチメントです。で、ここがセールコーナーになります。はい、では次アディダススニーカーコレクト入ってみたいと思います。お、ケール、これ後ろだね。前にクアラルンプールって書いてあります。マストハブって書いてある。お、これかわいいね。これは何のロゴだ。199。スニーカーこんな感じ。ウルトラブースト。そこでカスタムできるってことか。こっちがキャジュアルかな。スーパースターとか。そこで写真撮るんだ。これなんかフィアブゴッドのスニーカーみたい。しかも軽い。あ、649ですね。ステッカー貼ってあった。お、オールブラックのかっこいい。しかもちょっとスウェードっぽい素材。こ
これで669ですね。普通のがメンバーズオンリーのアイテムで、これ569、こっちがフォームですね。なんかすごい未来的、アレクサンダーワングのスニーカーに似てるね。ここが多分カスタムなのかな。こうやって T シャツを作るってことニューエラもここにあります。ビル券あります。反対側にバンズ、コカ、あとコンバースもどっかに入ってた気がする。アシックスもあります。アンダーアーマーで、なんと F1 が好きな方、ここギャラリーペトロナス、ペトロナスのショップになります。で、なんとここの奥に行くと、チャラーン、なんと F1 があるんです。この建物の中に。これすごすぎですよ、本物ですよ。ここで T シャツ2枚買いました。で、この T シャツの値段も意外に安いんですよ。これで79とかだから、まあ、3000円以下で買えちゃう感じだから、思った以上に、まあ、普通の T シャツの値段ですね。素材もいいし作りもいいです。こんな感じで意外に首のところとかも作りがいいですね。1種類もこれペトロナスなんですけど、これとポロシャツとかも売ってます。で、これシャツですね。まあ、これはちょっと F1 チームの人ですかって感じになっちゃうんですけど、こういうのはまあやっぱり629で結構してきますね。あとはこのロンティとか419、あとは半袖シャツですね。これは509です。で、 30% オフ。まあ、あとは傘とかリュックですね。あとはここにサングラスとか持ってます。キーチェーンとか、あと水筒50リンギットなんで結構安い、1500円ぐらい。サングラスも2000円以下ですね。で、もう一個ここの上の階にあのツインタワーのお土産ショップがあるんですけど、そこにも T シャツが売ってます。まあ、なんでそっちの方が種類はあるのかな。まあ、でも F1 を見たい方はここに来た方がいいです。ザスコーヒーっていうところの隣にあります。ではバンズ入っていきます。バンズ、あ、これディズニーのコラボだ。ディズニー好きの方、379リンギット。プロカッシュ300リンギットですね。オールドスクールのこのなんかスケートシューズなのかな、これは。結構クッションが分厚いやつ、マレーシアでいっぱい見ます。359。あとこれカンフィーカッシュですね。軽っ。これ279、カンフィーカッシュのスリッポンです。こっちはウメンズかな。あ、キッズですね。ディズニーのコラボのスウェットはかわいい、かわいいミッキーが。まあ、こんな感じですね。じゃあお次ナイキに行きたいと思います。ナイキは前回も見たんで、まあ、その時と商品がどう違うか見ていきたいと思います。鬼塚タイガー、
同じかな。489。アトモスの方がやっぱりジョーダン1のローとかあるから、新しいものというか在庫はありそうですね。これとか391。639セールだ。エアフォースワンも439です。このダンクのハイは日本のドーバーにも在庫残ってました。これインビンシブルランの3です。これはやっぱり800しちゃいますね。結構高い。まあローないですね。あ、これが置いてあるぞ。これで800です。これは前回なかったですね。あっちはあったけど、ミッドで450リンギット。これも490ですね。ジョーダン1のパロミノっていうやつなんですけど、レトロハイですね。やっぱりこれ799で消費税入ってないですね。これここのタックスアマウントもゼロなんで。ではまた散策していきたいと思います。今確認したらなんとコンバースクローズしてますね。ここクロックスです。なんでスニーカーショップはこのぐらいですね。あとはレゴストアとか、まあファッションブランドですね。このマッシーノ・ドゥッティっていうブランドは一応ザラの同じ会社のブランドです。で日本にないので、もしこういうシークな感じのスタイルが好きな方はぜひ、まあね、お値段も少し高めなんですけどおすすめです。ザラの、まあ、上のもうちょっと上の感じですね。大人っぽい感じ。ザラのシークコーナーがあのお店になった感じ。これかわいいな。でももう買ったんですよね、ここで。でそこの上がさっき言ったアディダスのスニーカーコレクト、オークレイとかです。一番下の階はこんな感じですね。まあ、ここはフードとショップがミックスしてる感じです。まあ、ここの道の中央にキオスクがいっぱいあって、でブランド品とか化粧品とかアクセサリーとか、あとスーパーもこの階にあります。2個ありますね。伊勢丹、ここ左に行ったところが伊勢丹で、中央のところに、コールドストレージっていうスーパーがあります。まあ、別の動画で紹介してるので気になる方はぜひこっち見てくれると嬉しいです。あそこがスーパーです。グリーンのコールドストレージってところ。ここが中央になります。